はかつて、東京都文京区白山一丁目に存在した花町。白山は、江戸時代、さすが屋と呼ばれ、小役人屋敷が並んでいたが、明治期に農地として開墾された。明治20年頃、農地を開発し、明治27年、名手屋を開業させたのが、花町の起源となった。主な客は、陸軍造兵将東京交渉に勤める、行員、不良の都であった。 その賑わいは当時、その付近に居住していた作家、樋口一葉が濁り絵で記述している。その名酒野外が芸儀の花町に転身したのは明治45年のことである。花町の発起人となったのが、酒屋県居酒屋を経営する秋元哲五郎であった。秋元は、さすがやに花町設立と、師匠。 浦ライノを相当する目的で明治41年から6年にかけて警視庁に指定地許可を数回出願し、政治家の多い言動、鳩山和夫の助けを借りて6年目の明治45年6月、ようやく正式に許可が下りた。さすがやは指定地制定後最初の花町となり、大正から昭和初期にかけて許可された花町の先駆けとなった。許可後、組合が結成され、 隣接の白山神社から名前を取り、白山産業組合とした。料理屋、町合、芸妓置屋が相次いで開業し、大正元年9月には、置屋78件、町合5件、料理屋1数件、芸妓30数名であった。大正4年3月、秋元は産業組合を産業会社に変更し、社長に就任した。 交通機関の発達により花町は繁栄し、大正9年には町合59件、沖屋96件、芸百348名に増加、大正11年、上野公園で開催された大正博覧会の余興に白山芸技が出演し、喝采を浴びた。大正12年9月1日、関東大震災が発生し、東京市内の各課外が被災され、逃れてきた。 芸技経営者らは、白山を借りて営業した。大正13年4月、秋元哲五郎が死去、その養子である、秋元平十郎が組織を継ぎ、2階建ての新建板を、落成した。昭和2年、花町指定地が拡張、路地の石畳が整備された。だが、昭和12年あたりから戦争が迫り、芸技業者は軍隊への遺問、接待し、 昭和20年3月の東京大空襲から免れ、同年8月に終戦を迎えた。この時の迎撃数は117名であった。同年8月22日、特殊慰安施設協会が発足され、戦災を免れた白山に接待所、接待府82名が置かれ、外国人を相手にした。しかし梅毒が蔓延、施設は閉鎖、白山花町は戦前の繁栄には戻らなかった。 昭和22年、各業種による、白山多外業組合が結成。昭和25年、産業組合と変え、後に、新興株式会社、産業株式会社に、名称変更、組織移行した。昭和47年には、両帝22件、昭和52年、両亭12件、芸技20名となり、昭和54年、昭和55年頃、組合は解散。 花町は終焉。平成30年現在、白山には、加害時代の建物、路地が残されている。東京加害域な町 P140、加害空間の都市市、P156AB、東京加害域な町 p 1 4 1ト a b 東京加害域な町 P142、東京加害域な町 P143、東京加害 東京加賀駅いきな町 P144 東京加賀駅いきな町 P147 東京加賀駅いきな町 P148 東京加賀駅いきな町 P149 接待手帳夜の町昼の町講談社昭和46年三浦天繁華街の昔を歩く東京白山はやばい町だビジネスジャーナル2019年3月5日閲覧ありがとうございます